どうもーンです。今日はですね、えー、商売は面白いことと辛いことがあるということについてお話ししたいと思います。えー、自分がね、こう商売って、まあ、まあ偉そうに言えるほどではないんですけども、えー、こうお店をね自分でさせていただいて、まあ、完全にまだ今のところはですね、一人、えー、まだ、えー、スタッフを雇,雇える状態ではないというところですね。えー 後輩というかそういうのを育てていける、えー、状態ではなくまず自分一人の、えー、ところをこうしっかりとこうやっていく、えー、段階ではあるんですね、えー、そういう段階ではあるんですけどもその商売一応8年目ですね8年やっていってですね8年目に入ってるんですけどもそれでですねその商売っていうのはやっぱり辛いこととまあまあ,あの楽しいことというか面白いことというかそういうことがこうあると。 それがこうそういう波というかね、えー、つらつらいなと思ったり、こう喜びであったりとか、そういうのをこう経験しながらですね、こう成長させていく、えー、お店をこう大きくしていくというこうステ,ステップというかそういうふうに歩んでいくということですよね。やっぱりそのお客さんがですね、自分の店を信頼してこう。 来ててていただけるるっていうのをこう実感することまあ、えー、お客さんが信頼してっていうとちょっと大げさにはなってしまいますけどもやっぱりそのそういうものがあることによってこう来ていただけていると、まあ、入り口はねこう例えばその値段であったりとか近さとかね、えー、近所にあるとか、えー、まあまあそういうことが、まあ、入り口になるかなと。なかなかその この店はなかなかいいんだなというのが最初からわかるわけではないのでやっぱ来ていただいてそれもこう回数を重ねていただくことによってより良さをこう感じていただける状態になるんかなと思いますだからうちは100回以上ね今来ていただいているお客さんがいて106回やったかなあと106回やったかな もう一人ね 100, 100回超えの方がおられたりとか、あとまあ60何回とか50何回とか、えー、そういう方もおられます。だから一回来ていただいて、まあ一回じゃ一回でねそのいいなと思っていただいける方もおられますし、もう一回でこう陰がなくなる方もおられたりとか、まあいろんなことがあるんですけども、それはねもう仕方ないことで、えー、しょうがないと。 いう,ふうに思ってますその縁がなくなることに関してはもうしょうがないかなというところではありますね。ただその商売をやっていてですね辛いことっていうのはやっぱりその売り上げが上がらないことですよね。売り上げが少ないそのことですね。だからお金のことなんですよね。お金の面でこうしんどいという辛いっていう思いをまず経験する最初特にですね。 初めてこう軌道に乗るまでは、僕もまだ軌道に乗ってるというところまでは行ってないですけどもその軌道に乗るまではやっぱりそのまずお金の心配をこう心配というかそ,のそこのストレスがこうかかってきおるんですね。でそれをこう上げるためにいろいろとこうするんですけどもそこがこう勝負どころというか。 どういう形でこう集客をこうしていくかというのがね、えー、それがねこう商売をこう始める前、えー、お店をオープンする前にそれを考えてやる,やるんですけどもそれはね結局まだわからないんですよねそのまだ始めてないんで,では商売を始めてから商売の,その準,備を準備っていうかそのどんどん良くするためにこう内容をどん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 変えていくっていうことですね。 でいろんなこ,うことをこうやっていくんですけどもそっからだん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 こうシンプルになっていってますねで僕は、えー、去年のねうーんそうですね去年の夏ぐらいかなだから1年ちょっと経ってますね去年の夏ぐらいからちょっと、えー、自分の方針がある程度固まってきてほんで、えー、まあ半年ぐらいは、えー、その それが固まっていくまで半年ぐらいの時間をかけてですねほんでだんだん固まっていってそれがちょっと確信に近い、えー、この形がいいんじゃないかなっていうのをこう今年の、えーまあ、コロナ期、まあ、4月ぐらいですね売り上げは下がったんですけどもその頃からちょっとある程度自分の中の確信みたいなものをこう持つようにこうなってきました。 その商売に関して。だから8年目でやっとねそのことをちょっと確信というかまあまあ自信自信ぐらいですかね確信まではいかないかな自信をちょっと持てるかなというレベルにこうなってきてですねほんで、えー、10月今月ですね10月に入った時点でやっとねちょっと確信に近いものをちょっと感じるようにこうなっております。このやややりり方がやっぱり大切なんやなんと。だから 結局昔からやってるやり方やり方というかその昔からその商売の,その基本というかねそういうものをこう実践していくことが結局はその集客につながっていくその長い集客につながっていくんだろうなとで長い集客につながるのはこれからどう,どういうお客さんの動きになるかによって変わってくるんですけどもやっぱりその多分 多分というか、まあまあこういうことを大事にしていかないといけないんだろうなとでそれを心から、えー、大事にしていくと、えー、表面上例えば言葉だけ態度だけっていうことではなくてですね、えー、心から芯、えー、からですねそれをこう大事にしていく、えー、そうすることによってやっぱ集客につな、えー、がっていくとでそこがまたいろいろ面白くこうなってくる。 でそれをやる段階でいろんなこう障害というか壁もこうやってくると。でそれをコツコツとこう、えー、壁が来たらそれを壊しながら壊すのか乗り越えるのかそのやり方はいろいろ横に横から行くのかまあわかんないですけどそれを通り越えていくんですね。で越えていってまた先にこうまた障害壁が来てそれをこうまあ繰り返しながら高い位置にこう持っていくという形ですね。これ がやっぱりその、まあ、商売の面白さですよねその面白さになってくるだろうなというところでまずそのね金銭的なところをこうクリアしないとですねクリアっていうか完全にクリアするのは結構時間かかるんですけどもある程度のこう形というかをクリアしていった上でいろいろやっていって。 でそれをもう盤石なものにして自分のやりたいことをですねその、えー、お金の制限なく自分のやりたいことをこうできるような状態にこう持って行こうというふうに考えております。で自分のやりたいことに関してはあのちゃんと純粋にこうこれをやればいいだろうなっていうことはいくつかあるんでそれに関してはあのしっかりやっていけばいいともう自信持ってやっていけばいいと自分の中では考えております。 あとはその結果を出すことであったりとかですねあの金銭的にその売り上げ上げてその自分のやりたいことをこうできる状態に自分を持っていくということですねそれをこう強い信念を持ってやっていくということですねそれをやっていけばなんとかなるんじゃないかなとまだね40代なんでなんとかこういけるというところになってくると思うんでこれからがいろいろと僕の中ではいろいろ障害 えー、勝負していかなあかんこと、まあ、全部が自分の心の内、えー、内の中をこうしっかりと心を持ってです、ね、こうやっていくことですねそれをやっていけばおの自ずとこう道は開かれていくんじゃないかなというふうに考えておりますということで、えー、今日はですね商売は面白いことと、えー、辛いことがあるということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます